知床遊覧船沈没の社長は腹立たしいのですが、お二人はどう思いますか？はい。あ、でも、多かれ少なかれそういう経営者と社長増えてますよね。うん、だから異業種参入じゃなくて、これは儲かるかもしれないから、事業に手を出すみたいな、知らないでやって、いや、本当にこの人はやっぱり素人だったと思うんだよね、船舶運航みたいなことに関してね。うんうん、だから、それはやっぱりこういう人が入っちゃうと、不幸が、事故ってさ、いくつかの要因が重なる、こうなるわけじゃない。でも、本当に一番なのは、まあ、船を出すか出さないかっていう最後の、そこだけだよね、これはね。どうもね、船に、なんか不備があったというよりも、そうすると、そんな単純なことのセーフティーがかかってなかったのかっていうね、話で。そうすると、今度いろんなことをみんな考え出してさ、冬の海にさ、乗り出すのは何事かって言ったりする人がいるじゃない。そんなさ、冬の海に出たから船は沈まないし、なんていうの、ね、出ちゃいけないとか、それも俺は違うと思うんだよね。だからこういう人は、やっぱり、船の業界に入ってきたこと自体で船の、業界がすごく大打撃を被ってるのってのは、やっぱり僕なんか船結構好きで、知り合いも多いから、やっぱり、なんかこう、ほっと腹立たしいっていうか、こう、命に関わることは素人はやっちゃいけないんだよね。だけど、そんなにないんですよ、今回のケースみたいなことって。まあ、レアですよね。レアというか、だけど、怒るんだよね。で、怒った結果がこんな大惨事になっちゃったって、本当に悲しいよね。うん、